人狼アャッチメントで深夜によく小学生 CEO を見るんですが、最近の子供の生活がどうなってるのか気になります。僕もね、小学生 c o してるからな、朝4時ぐらいに、俺、小4。お前はみたいな感じ。人狼アャッチメントで CEO してたから、お前何中 <laughs> 東中う、えー、隣じゃん。 ス,スイッチ買ったですね。ひらがなで、ね。スイッチ持ってる。スプラトゥーン。プラトゥーン。俺腕前 B だけど、お前いくつやってましたね、一時期ね。あの回、マジで面白かったな。みんな乗りよくて。いや、あの時のジャッジメント、マジで面白かったよね。もう嵐もいたけど、みんな乗ってくれたよね。 昨夜は誰も死にませんでした。かしいね腕は a B っていうのが小学生。B で生きてるのもね3番、のプレイヤーは発言してください。さいはい、私からです。特に CO はありません。えー、っと、そうですね。盤面固まらないととりあえず何も交差を落とせないんですけども、あの白いチー、あの黒いチ 上げる際なんですけども適当にじゃあ,あのこの位置であの黒塗りとか白い位置黒い位置上げないとつられるからっていう風な形で適当に上げるのではなくてしっかり理由をつけてあのいただきたいと思いますどうしてもあの適当に殴られたっていうイメージを持ってしまうとその人に対して印象が良くなくなってしまうからあとプラスあの結構強めの発言共面使う方いたらできれば私はそういう方にあの 黒塗りとか白塗りされた場合最終局面で印象悪い方をやっぱり黒目にどうしても見てしまうので楽しくゲームしたいと思いますのであのできるだけ暴言的な言葉はやめていただけたらと思います以上4番のプレイヤーは発言してくださいはいしようないです3番さんから始まってえっと白1黒1言うのだったらあ白1黒1しっかり言って理由もつけてほしいっていう納得ですねまあ理由ですね占い師の方も理由をしっかり 述べてほしい。結果主張をして理由をつけて最後に主張みたいな形が一番伝わりやすいかなと思うのでそういう形でやっていきましょう私もそうしようと思います、まあ、サンバーさんに関してはまあ一応まあ同意って感じですかね私もそう思いますまあ暴言とかもねまあ極力やめた方がいいかなって私も同意しますねところかな、まあ、サンバーさんに関しては、まあ、印象いいとか悪いとかもなしかなっていうところですね同意あくまで同意って かなっていうところですね。盤面固まってから発言します。5番のプレイヤーに発言してください。は,はい、5番です。お願いします。霊能です。霊能です、えー。3番、4番に関しては、うん、まあ,ありきたりな進行論って感じかな。うん、まあ、白黒理由つけて言ってっていうの。なんか最近あんま聞かないけど、久しぶりに聞いたなって思った。あ、懐かしいなって思ってしまったその。なんか。 白黒理由つけてねっていう。で、あと、暴言やめてっていうの。まあ、うん、印象はいいかな。うん、暴言とか狂弁とかあんまり楽しくないからね。その点、印象良かったかな、3番さんに関しては。印象はいいけど、もちろん白でも黒でも言える発言ではあったから、色落ちはない。色落ちはないけど、印象がいいかなと思った。で、4番が完全に3番に同意。うん。まあ、3、4色落ちないけど、 スマホななの人に何かチャリチャリしてるかないスマホですかね。6番のプレイヤーは発言してください。男のにもらったチョコがうまかった。はい、こんばんはみ、ましゃがりさんです。 はいえーとですね5番さん、霊能ですか、了解、了解、えー。3番さん、4番さんに関して言いますね。3番さんに関しては進行論、4番さんはその進行論に同意と言いました。えーと3番さんの進行論は,人人は、ね、人外でも、えーと村口人営でも言えます。だから僕はグレーだと思います。で4番さんはそのことに対して、えー、同意ですけど、グレーと言いました。ちゃんと色付けをしようとしている意識が見えました、ね、自分4番さんのほうが印象いいです。3番さんについては印象はなしですね。白くも黒くもない。4番さんのほうが印象はいい。 印象いいってだけはようくないっすけどね。はい、4番さん印象いい。5番さんは4番さんに無理やりヘッド向けたんですかね別に4番さんの印象悪くないですけどね。4番さんはそこ以外、えっ、ー、と、3番さんにどう言って以外にもちゃんと3番さんの要請を聞いてましたよ。ね、5番さんそこちゃんと聞いてますからねあ自分5番さんとはそこの視点が違うなと思いました。うーん。まあ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 、えっと、もう時間がねえな。あ頑張ろう !7 番のプレイヤーは発言してください。 はいはい、おはようございます。占い師です。5番さん白です。5番さん白と出てます。なので、5番さんは進化今強ですね。で、3、4、6番さんえー、っと、3、4、6番さんね、ともに別にね、怪しい発言とかもなかったんですよね。引っかかるところもなかったんですよ。まあ、6番さん自身で3と4で差をつけてくれたっていうところは、すごい良かったなと思ってる。 うん、で 3, 番さん3番さんは、えっとねなんだろう、最後の方で語気強い人とか、そういう人、印象悪い人をどうしても黒く見てしまうっていうところは、ムラ感情っぽく聞こえた。4番さん,4番さんに関しては、えっと、なんだっけ、あ喋り方の順番だよね。主張は後で、うん、なんで、理由を優先してくれ、うん。結果、理由、その後の主張っていう、結構なかなか、うん、アドバイスにはなってるんじゃないのかなと思ってる。 4番さんはムラリがある人だと思ってる。で、6番さんは差をつけたいい人だと思ってる。黒い人はいない。いいない8番のプレイヤーは発言してください。はい、ございます。村人 J でした。え、ちょっと4番さんのさっき動画を始めてみようと思ったら、たまたま出会って、ちょっとびっくりする自分がいるんですけど、ちょっとそこ、把握お願いします。<laughs> えっ、ー、と、3番さんに関しては、まあ、1日一日10とってことで、とまあ、しょうがないのかなと思って、当たり前のことを言ってたんで。 で、4番さん、それに同意ですね。うん、で、6番さんが言ったように、僕も、ちょっと5番さんに関して、ちょっとまあ、エサーはしてるんですけど、ちょっと、チューバーってなった方が、キャさんとかそういうこと、はい。で、7番さんが5番さんに白だしですね。はい。ってことは、5番さんが強人っていう可能性も多いって話ですよね。はい。そんぐらいですかね。えー、チューーじゃあ、9番さんお願いします。 9番のプレイヤーは発言してください。さい,はい。占い仕様します。5番さんが白です。5番さん白、把握お願いします。<白>で、えっと、現状5番さんが占い仕様で、対抗が7番さんで出ていて、こんに白で、えっと、21番面なので、現状7番さんが強かローで出てるかは、いまいちわからないっていう感じです。えっと、3番さん、4番さんは、まあ、印象良くも悪くもなく、進行論っていう感じなので、色落ちはなし。 で6番さんはそこの34番さんに対してしっかり精査して印象いい悪いをつけていたので今のところ6番さんが一番印象いいです8番,さんにし8番さんに関しては特に本当に何もない5番さんがあって強化進化みたいな話をしかしてなくって特にどこにも触れてないような印象でした2周目考察伸ばしていきます以上です1番 のプレイヤーはは発言ししててくださいはださい、はい、おはようござままますすす <laughs> ちょっととてもテンンショがが下がります、えー、使用します、えー、79番さんが5番さんに白を打っていることから5番さんは強人確定ということで、まあ、2番さんが出たらちょっと変わってくる場面だと思うんですけれども、えー、とグレーで気になった発言というか3番さんの発言で気になって白黒理由というより黒塗りという言葉を使っていた点がとても気になったんですよね。 黒塗りって言葉を使うのはじほぼほぼ僕、人外だと思っているので、そのワードセンスというか、言葉の選び方がさんまさんちょっと黒いなというふうに思ったんですが、皆さん、特にツッコミがなかったというところで、うん7球どちらかに人狼がいるというふうになりますが、うん、僕のシーンは自分が分かっているので、今日七7球、もしくはグレー冷たいというのが私の意見なんですが、皆さん、それに対してどう思われますか 2> 2番 のプレイヤーは発言してくださいグレーですねグレーに二縄使って、占いに一縄使って終わらなかった場合は、一が狼これが多分一番むらりがあると思う。一釣りっていうのは、一番が真だった場合、五番釣りがないからね、五番が確定しろだから、五番新境地だから五番を釣る意味がないから、釣るとしたら一番しか釣ることがない、ただこれ、一番が真で五番が巨人なった場合、釣り初日に一釣りっていうのは、えー、もったいないから、縄の無だでしかない。 すると、グレーに二縄使えるところを、初日に1を釣って1が死んだった場合っていうのは、グレーに外縄しか使えなくなるから1釣りはない。グレーに縄基本的に最終日に釣る。もしくは、2日、3日目、1番が単体説でよっぽど黒かったら1を釣りっていうのがあるって感じ。で、グレーに関してはなんだけど、まあ、初日の釣り位置としては一番色落ちてないのは8番。まあ、3番とかはまだ2週目次第が8番位置的にも、現状の釣り位置は8番だけど、一番気になってるのは4番。4番はその3と同位って言3ってさ、適当に上げるのではなくてっていう。 まあでも言うほど4についてもまあ2周目聞かないと分かんないんだけど、3番は、俺はそこまでなんか白い位置、黒い位置をしっかり上げろっていう発言に、あ、カリウドごめんごめん。ごめんなさい。4番カリウドだったら今日は8かな。うん、3、6特に色落ちなし。どっちかというと6の方、6の4番の方が印象いいっていうのが俺は視点が合わなかったけど、結果として4カリウドだったわけだし。3、6にそこまで差はない。も、ま、う、あ、8も特に黒要素があるわけではない。 まあ色落ちしてないから初日のツイートとしては8になるのかな。いや、今後も色が落ちなさそうだから8かなという程度。とりあえず、基本的にはグレーにニナを使って3日目に占いする感じで考えている。グレーについてはもう一回聞かないとわからない以上。3番のプレイヤーは発言してください。さいそうですね、麗能さんに関しては、うん、よく分かっておりません、私も現状ね。うん ただ、一番さんが5番、やっぱり5番さんに関して7、9が両方白出している中で出てきたっていうところで、新名はあるのかなっていう風な意見ですかね、私も現状。えっと、うーん。 とりあえず、6番さんの4印象いいっていう色付けしようとしたら。そして、5番さんに対して、視点は違うと思うっていう、霊能が出てきてない時点で5番さんに殴りを入れていた。例の視点で。で、例しか出て,いて,いていないと思うけど、4番さんの方が印象いいって言われてち、いいてれてちょっと悲しかったですけども。うんただ、5番さんに関してはあの、それだけで二せ目で見るというところではなくて、視点で違うって努めたところも印象が良かった。えー、8番さんに関しては、えー、っと、 5番さんを強人で追ってたのかな、うん、?5 番考えが違う。だから5番さんの強人で追う。ということは7番さんを死んでみてるっていうのかなっていうところで思いましたかね、うん。単純に7番さんしか出てなかった。5番さんは会って今日いやいやいや、57で囲っている、進路進路の場面を追わなかったんでしょうかといはもうところも立ちました。2番さんに関しては、1号の,の精査は良かった。で 8は色落ちしない、そこも分かる、えーで。ただ今後も色落ちしないであろうから8番を釣るっていう意見はよく分かんなかったから、今のところ8にどっちかで上げておきます。現状8番かな。よっぽどただ2番さんに関して,てもいいの、まあ、まだ色落ちしないから8番っていうふうな目線で2周目を戻すのであれば 2, 2番さんも考えていきたいと思っています。現状8に以上。4番のプレイヤーは発言してください,、はい。グレーに2名はまず使えませんよ、2番さん。 グレーに2縄使うっていうのは、狼が確定で釣れ止ないとできないですよ。あ、でも、うん、そうね。二、え、だから、いや、どっちみちできないな。四縄しかないからね。グレーに縄釣って、白を二回釣っちゃったら終わりね。四、四縄分の三人が釣らなきゃいけないから、グレーには一縄しか使えない。今日グレーで釣るんだったら明日もう決め打ちだね。明日決め打ちになるはず。 えーで私カリドですね私カリドですでグレーは4人うーんどう,どうなんだろうグレー詰めた方がいいんだと誰かはちょっと説明してほしいけど私は普通に霊能でいいと思うけどねうんてかまあ2人になったらやっぱ霊能でいいんじゃないかなと思うけどな違う、うん、で普通にまあ5に白が両方とも刺さっちゃってるでしょ7七級占いで5に白でしょ まあでも情報釣りって言葉は出さないでほしいね。単純に新芽低い方から移っていくっていうのがいいと思う。で、1と5だったら、私は5番さんの方、ってか1番さんがすごくいい視点だったと思う。黒塗りって言葉を使ってた3番さんが黒いっていうのは初めて出た発言だし、すごいいい視点持ってるなと思った。うん、だから5番さん釣ろうかなと思ってるけどダメなのかな。グレ広すぎるし、二縄も使えないしね。 確実に黒いいいい人がいるんだったらいいけど、ね、で6番さんがすぐ気になったかな6番さんは私めっちゃすり寄ってきたグレーって色つけてたのが印象いいって言ってたけどよくわかんないよね私グレーなんて一言も言ってないし3番さんのこと、うん、私色もつけてないし同意って言っただけだからなんか少しするよりに見えた6番さんの,目だあの黒目だと思った3番さんは黒塗りって発言がすごいいいなと思ったあの1番さんのね。5番のプレイヤーは発言してください。 4番さんに言っておくと俺、俺釣りだけは飲めない。俺目線でしか言えないけど、1の人外が確定している以上、俺を釣ってしまうと、えー、情報も何もないんだよ。情報釣りとか言ってたけど、4番さんは。俺釣って1番の結果見たところで、7級の進行がでってことはだってたんだだから俺釣ったところで情報生落ちない。だから俺釣り飲めない。うん、グレーで怪しいと思ったのは8か2、8か2。 8番さんに関しては、えー、5番と考え方違うなって、結局なんか殴ろうとして殴ってないなと思った。のでるででもし見つけたら、このった考え方違うってない。考え方違うな人ジなんじゃないのと思ったと、なんでそこ殴ってこないのかなと思った、8番さんに関しては、で7シーンだったら5番狂人だよねって、巨人であり、シーンのシーンとか、言うしても、もう 持ってないのかなと思った、8番に関しては。8番怪しい。で、2番に関しては、グレーに2縄そう、4番さんが言う通り、グレーに1して、えー、グレーに1郎しかい、ない状況ですよね合ってるよね 7, 9, 2, 1、2、1, 2, 1 2,、うん。グレーに 1, 1人、1人、1人しかいない状況で、2縄は、4分の2で1人、0を連れるならいいんですけど、そこまで、えー、なんかあんまり色が落ちてない村だと思うんですよ、こういう。 なんかあまり積極的にここが白いここが黒いとかあんまり言ってる人がいないのでそこまではっきり確信が持てないのでグレーにニンナワは使いたくないです。たグレーの方がいいんですかうん。怖いならレーノローラーでも飲みますけど飲みますけどグレーにニンナワは使わない方がいいと思う。うん。そこグレーにニンナワを使わせようとした2番さんは現状怪しいかな。8、2どっちかで考えてます。以上6番。 のプレイヤーは発言してくださいえっ、ー、と、5番さんに言うけど4番さんは情報釣りやって言いましたからね。4番さんは発言の精査で2戦目の方を釣るって言いましたからね。情報釣りとは一言も言ってませんね。はい、あと、自分あれですね。あのグレーってか言い方分かるたですねあの。印象がいい悪いって言ってましたね。はい、4番さん、失礼しました。えー、っと、カリウドね。はいはいはい。で、どうしようかな。めんどくさい盤面だな。占い2人、占い2人が合格しろ。1が出た。 まあ盤面的に言ったら、1が出る、表めのメリットは少ないから、新名が高いかもしれないけど、発言精査してうグレーからいきたいんですか自分で飲めない。霊のなら飲めますよね。芯でも飲めますよね。レイロラする盤面だと思いますね。正直、精査つかないんで。うん、飲,め飲んでくださいね、はい。飲めないって言ったから、5番さんからついたいんですけどね。人にだったら、もう、よだどあったら人いない限りはっっけどね誰っっけ。1番さんが3番さんの黒目っていう発言で、ちょっとっ。ロラゃない。 ああ自分もまあそれはねい、い普通に。1番さんのその視点はいいと思ったな。誰が言ったっけ忘れちゃったけど。うん。まだその発言だけで心配がすごい高くないけど、5番さんが今日ついたいですね。うん。で、えっと、グレーだったら、2、3、8。8番さんにすごいヘイト向けられてますよね。自分、スムラなんで、2、3の人がすごい8にヘイト向けてるんですよね。向けてたよね、多分あ、間違ってなかった。間違ってたらごめんね。8逆の十のじゃねえんじゃないのと思って、2、3どっちかにいるんじゃないのと思った。 いろ、うん色なったら2かなと思った。理由としてはグレーにって占いチーク。グレーで釣れたらいいけど、それ釣れなかったらもう負けですからね。誰か言ったけど、決め打ち盤面になりますからね。最初にグレー行ったら次の日に。占いを2がそれ言ったんだよね。うん、2かさんどっちかにいるんじゃない ?8 はすあまりに戦いすぎて人狼とは思えない。今日、例の7から行きますね。1の発言聞いてください。ペイトを迎えてから、からね、7番。のプレイヤーは発言してください。 はい、えー、9が5に白で1が0のハーフです。2戦、うん、目が高いのは若干5番さんかなって思いますけど、5っつったら1つりますけどね。うん、で、ローラス、する。うん、5っつって1つって、で8 2, 3,、2、3、6。この中は占えばいいと思ってる。<laughs> で、9番さんがジのだった場合、まあね、もう8 2, 3,、2、3、6スムラつけてるわけだから、黒打ち放題なわけだけど。まあそこで、うん、なんか黒打たれた村人が、 俺を信じて分かってくれたらそれでいいんじゃないかなって思ってる。で、怪しいのは俺、うん、やっぱ8か2かなって思ってるよ、うん。えっと、6番さんはまあ8番さん逆に白い、あ逆に村なんじゃないのっていう、まあ逆に入れるんだけどね。それはどうなのかなって思ってる。8番さんの考察内容的にも、えっと、グレーがあの位置で3、4、6って言ったんだよね。で、6番さんは5番さんに叩く。まあそれはいいんだよ。うん、で、3、4に差をつける。ただ8番さんっていうのは、えっと、5番さんを叩くことしかしなくて、 で特に3、4、6に対して触れることはなかったんですよ。うん、か,かなり印象悪いっていうか、うん、若干苦労もあるんじゃないかなって思っちゃった。で、2番んに関しては、えっと、最初の発言は多分、うん、自分の考えを言ったんだと思うんだけど、グレーから詰めるっていうんだったら、なんで借りるっ出さないのって話、うん。で、その後、考察して4番さんが怪しいって言って4番3借りるだったじゃん。最初に言うべきなんだよ。うん、グレーを釣りたいって言うんだったら、ね。 二番さん何の考えかもしれないけど、それの筋が通ってないと思ったら、俺、二番さんは怪しいと思ってる。うん、なんで八人どっちかに人狼いるかもねって思ってる。9一人狼じゃなかったらね、うん。そんなところかな。はい。なんで、えっと、今日、五番さん、五、うん、番さんがね、やっぱね、レイロラ飲めないっていうのはね、どうなのって思ってるよ。今現状、一番さんがかなり締めに見られてる状況だったらさ、うん、レイロラ飲んでって思うんですけどね。うん、今日五番さんからいきます。八番。 はい、えー。なんで5番さんは、えー、と最初飲めないって言ったので、その後に最後飲めるって言ったので飲めるってあ、飲めないって言うんだったら言えばいいよ。ちゃんとさ最後まではっきり。自分はもう死んだからって、飲めないからみたいな。言えばいいじゃん。ね、最後飲めるって言ったのああいうふやじゃん、そんな。 7番さん、そのまあ、俺が5番叩いてるって言ったけど、別に単体で見てただけだから、俺は。5番さんが。で、俺は5番さんがちょっと違うと思ったから、で、5番さんは3番さんと一緒って言ったんでしょ、考え方が。で、そこで俺ちょっと3番さんもちょっと黒目に見てるけどね。うん、で、一号のシーン、心境の9、7。で、どっちかシー 人狼で,しょで、俺3番さんがちょっと人力っぽく見えるなと思ってる。5番さんがちょっと意見が一緒とか言ってたから。9番のプレイヤーは発言してください。現状、ドレーノローラから行きたいと思っています。で、えーと、1号で言ったら5番さん白を出してるんですけれども、あって強人。 で、えっと、霊能ローラーをするのであれば、えっと、5番さんが新霊能であれば、別に1番さんを絶対に釣ってくださいっていう風であれば、えっと、村人陣営からしたら陣外が1人消えるっていうことで、まあ自分釣っても1番さん絶対釣ってくださいねっていう話があれば、全然真に見えれたけど、 なぜ飲めないって言ったのかっていうところですよね。で、えーと、グレーで言ったら8番さん。8番さんは結局5番さんにほぼほぼ触れていて、グレー精査が結構ふわふわしてる感じであったかなっていうふうには思えた。で、2番さんですね。みんなが触れてるんですけれども、グレーにニナは使った場合、えっ、ー、と、白々が連れてしまったら、現状次の日負けですよね。 っていうところ、そういうのも考えて発言しているのかなと思ったし例えばグレーで一名使ってしまって、えー、と黒,がんと黒が出た場合でも、えー、51のどっちを信じるかっていうところで結局決め打ちとかになってしまうから結構強い信仰だって言ってたけど全然弱い信仰だと思うんですけどって思ったなのでその信仰論で言うと二番さんも怪しいかなっていうふうに思いました 現状1号で言ったら5番さんを釣りたいかなって思っています。うん、1>, 1番さんがえー、っと5-1で神教であれば、1番さんが占いからでもいいっていう発言が出たので、強、え、陣、ー、と,とかであれば7-9に人狼が出てれば全然言わないかなっていうふうに思いました。以上です。1番のプレイヤーは、 まず僕目線の話をすると、7級に人狼が出ているという目線になります。その後と7番、9番が8番を叩いていることから、僕、8番は白で置いていいんじゃないかなというふうに思いました。あと、僕目線だと、グレーズリーを押してくれた2番さんが、えー、とても白く見えるんですが、まあ、村目線ではそうは見えない、まあ、グレー釣りを提,唱する提案することで、自分が釣り地から逃れるという手は、人狼も使いますから。 まあ2番さん怪しむというのもまだ分からなくはない。うん。えっと、5番さん目線で確定的に偽と分かってもらえる部分が、7級が5に白を出していることから、5番さんは僕を釣ってから、僕の釣り結果を知って、皆さんに伝えるという目線が5番には足りなかったことから、5の今日はもう皆さん確信していただけたと思います。う,うん、あと、三番さんが僕の投げに対して全く反応しなかったことが、僕、まだ三番さん怪しんでます。グレー釣りたいんですけどね、僕は。 うん納得ですね。初見サンドも始めまして。初見の方はぜひコメントしていってくださいね。い初めて見る方はね。俺の意図を誰も組んでくれなかったのとても残念だけど、5番で確定しそうなんだから、ここ3に本来ないんだけどね。どうしてもローラーしャルともそれで行くしかないけど。うん、また分かってないのかな、2番さん。グレーに関してはどうだろうね。難しいんだよな。まあ、79が8を村で置いたかというのは確かに言えてるけど、まあ、6番から発言がれたのはちょっとよ,よく分かんないけどね。 6番がいったら2、3が8を殴ってるからっていうのはちょっと分からなかった。8番が狼の場合って2、3、6がスムラだから。ここにラインとかないから、レ能と狼なんだから。仲良きしてください。あるとしたら1番が狼かもしくは占い狼なんだから。そこにラインはないんだから、そこで8は逆にしろっていうのはよく分からなかったけど、ただそれぞれの単体、えー、3、6、8の単体精査で、だ3番だけその、まあ俺に同調してくれたっていうか、一応グレーで考えてくれていたのかな。そこの思考がなかったから。うーん。 このスコを聞かないと分からないかな。まあ、村目線では絶対ないみたいなけど、3だけはしてくれたんだけど、かからそれがただの便乗なのか、俺がめちゃめちゃ喋ったから乗っからなきゃいけないと思って乗っかった便乗なのか、も、まあ、便乗ってのは村でもありえるから、か村でもなんか俺の言ってることは正しそうと思って乗っかっちゃうことかありえるけど、も3番は俺をプロで見てたんだ、ね。す8、2、どちらか。で、見ていたんだったら、俺の意見っていうのは普通に疑うよね。でもそこに関しては乗っかってるっていうのは、そこの意見に関しては同意していた。 そこの意見に、俺も進行論については同意した上で俺を黒く見ていたのかな、3番は。そこには触れていなかったからね。3番の思考が今のところ一番分からないって感じ。そうだね。何主張分かんないよね。まあ、レノに行くならレノに行きます。以上。グレー行きたいんだったら、やっぱかっ分かんないんだったら行くべきじゃないですね。<laughs> あニエンオラじゃないべ。 初見の人は多いですね。ありがとうございます。動画からですかたまたま見つけたって感じですかどう ?You はどうやってこの放送へ ?5 番のプレイヤーが選ばれました。一番の新名高いな、かなり。5番のプレイヤーは発言してください。こんなに集まる納得いかないんだけど。1> 1票も入なかった俺が釣り飲めないって言ったのは4番の。 4番さんの発言で、情報釣りっていう単語が出て、ちょっと6番に言われたけど、俺の箱漏れだったら申し訳ないけど、情報釣りで5から釣りたいって言ったように感じてしまった。情報釣りで5釣りっていうのが飲めないと思った。ないよ、そんなの。7級が俺に白出した時点で、1番さんの例のおっきいか白しか出せないからね、言っとくけど。それで俺釣り飲めないって言ったんだけどな、それでこんなにヘイト向かう っていうか、単純に言うと、あの、みんな扱うのが怖くて、例のロダなか飲みますよっていう発言もしたし、6番黒いと思ってる6に投票したいんだけど、したんだけど、追加するね。8が叩かれすぎで白いって理論が全然わかんない。うん、6目線、6が白、6目線だったら、 二三村の八狼っていう場面も全然見えるのに、あれすね。あれす,す,す,すね。あ、メンバーの方もいらっしゃいますね。全然わかんないでうん。なんか結局、四番さんになんかスリスリしてんなって感じがしてしまった、六番に関しては。<laughs> かなぁ。六普に黒いと思って。まあ、マシャカリさんは僕のことは好きなんだ、ね。六番に関しては、なんかしっかり話は聞いてると思うよ。<laughs> <laughs> 俺は最初に釣り飲めないって言ったけど、の怖いいなら霊能論ー,ナー飲出ますよって発言をしました。そこをちゃんと拾ってきて始まるわ、ね、に関しては。根本的に。かな<の>ずっとスリスリしてるよ、ね、こ周目も2周目も。7級心境で見てる。7級どっちかに狂人いた場合、5番俺の心霊能見えてるからね、言っとくけど。わかるかなちょっと考えてみてね。この後理,理由を説明できないけど、時間ないから。 夜が来ました目を閉じてくださいカブガ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 ブは目を開けてくださいカリ狩ドは守る相手を選んでくださいオカリーンオカリンオカリーンサボメンダンボズルズルスタダル 配信見てますありがとうございます。めっちゃ初見の人多いいですすねありがとうございますぜひねツイッターフォローしてくださいね。ツイッターフォローしてくださいったらフォローバックしますんでね。9オオカミだろうな。9オオカミ96か93じゃないかな。と予想します。 この回動画に残さない多分。アーカイブは残しますけど、彼以ドの引いた回は動画は残せないです。噛まれちゃうから。昨夜は誰も知りませんでした。えええええええーええ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  ちょっと、びっくりしちゃった。<laughs> え何一応言っとくよ、七守りね。だけど、地紙もあるから、地紙もあるから、七は隠しろではないね。あの、真、角心ではない。いえなんだでも、紙なしもあるからね、このゲーム。紙なしもあるし、地紙もあるしからねあの。守り先の情報はね、忘れてほしいけど、一応七守りね。 で、6番さん、隠しろね。うん、今日この隠しろはでかいですね。そうね。まあ、1番さんのこと、かなり、新名高いけど、まあ、ロラしましょうかね。いや、かなり新名高い。5番さんを釣ったのはね、あの1番さんの新名が圧倒的に高いから。で、この後1番さんから自分のシーン決め打ってほしいって発言出るかもしれないけど、 2番さんは白だと思うなぁ。2番さんはね、やっぱ白だと思う。グレーまだ詰めたいのかって感じだったしね。あの、ニナは使えないって説明した後、まだ詰めたいって言ってたからね。この番面グレー積み昨日の番面はね、グレー積みすべきじゃないんです。と思うんですよね、私は。2はもう白置きしていいと思う。うん。8番さん発言も拾えてない。うん。釣るなら3番さん釣りたいけどね。 一かさんでいいと思う。一かさんでいいと思う。その上で発言聞いた上で考えるから、一番さんのこと信じて君打ってよさそうなら、三番さんつって,言ってもいいかなとも思ってる。って感じかな。うん。6番、のプレイヤーは発言してください。はい、えー、10秒間だけしてあげるします。5番さん、自分がなぜ釣られたか納得いかない。納得してください。あなたは把握もりをしたんです。4番さんは一言も情報釣りをするとは言ってません。 はーくもからつるされたんです。そしてあなたがくろした私、隠しろです。はい。わかりますかなぜ死んでるかそういうことなんです。はい。わかりましたかねオッケー1の新名があったに高いですね。うん1残してもいいんじゃないですかね。で、強人だったらもうやべえ。 あ、おね白いと思ったらニワさん。僕ニワさん白起きしました。なぜかというと、私に対して指摘をちゃんと真っ向から言ってくれた。ごめんなさい。そうですね。自分沼ってました。そんなないありません。ニさん重だけ下着ありました。あんまり聞こえた。僕も聞こえちょっと不 SG ちしてるとかそんなのありません。黒いんとかいうのかと思った。ニワさんの指摘待ってます。この子にさらにレベル行きたいという。ん。僕も聞こえた。さすがに老けが下着に。つられ一になっちゃうよ。四馬さんも言ってたけど、うん。 で8と3、うん。4番さん、7番さん守ったんだったら、もう7番さん死んだと思いますけどね、この最初の位置で、じがみするメリットほとんどないと思います。なぜかというと、昨日7と9だったらほとんど真偽は作れなかった。それぐらい7と9の新名どっちもなかったですから噛み忘れもあるからな、うん、もう決め打って9ぶっ殺してもいいと思うんですけど、だめですかね。さすがに噛まないとか、あしがみは終えないですけどね、ね僕は。 うん、と思うんですけどね、グレーだったら7と9、両方とも8つ吊るしたいって言ってるからごめんなさい。だから僕は8白く思いましたけどね。うん。となると3だと思うんですけどね、相方には。ごめんなさい、差し引きの理論です、これ。差し引き。2が白い。うん、っ7と9査の理がなかったか噛まれると思ったからあんまり精査してなかったっ。3ですね。はい。グレーでいくなら3。占い師なら9。ローラーしなくてもいいんじゃないと思うけどね、例の1と5は。うん。スルメイカさん、めちゃくちゃ新っぽいっけどね。うん。 これで負けたらスルメイカさんあっぱれです。地、は、紙、い、もしないし、紙もしないと思うけど、ね、紙忘れな感じがしますよね。俺守りで俺でグッジョブが起きたということは、9番さんは何なんですかね。9番さんがオオカミで、1番さんが真、まあまあ、例えば5番さん、強だとしても、9番さんの相方がまだ生きてるということですもんね、もちろんね。うん、昨日5番さんって言ったわけですからね。 うん、だからね、あのそう、まあ、6番さんにも言われたけどね、俺で守りが起きて地神とか終わでなっいてほしいんですけどね。神忘れー俺が決めたら間違いなく一致しなかったとかそんな感じだと思うけどな。うん、うん。って考えると9番さんが狼、えー、オオカミで、9位置オオカミだったらね、俺のこと絶対噛まないと思うね。うん。9一置オカミったら俺のこと絶対噛まない。<laughs> で、えー、だから9オオカミのえ置、ーね、が進化ね。うん。 僕一を起きてるし、マジで俺のシーン決めてほしいんですけどね。で、9つってほしいんですけどね。ね地がみはね、メリットあるんですよね、うん、割と。で、ちなみに6番さんになったのは、昨日ね、2番さんの発言がね、結構白く見えたんですよね。うん。で、っと、まあ、このに、ね。地上で負けることあるからね。で、プラス3番さん、5、3で6に入れてるんだよね。うん。で、3番さんが10だったら、その後するかなと思ってるんだよで、6番さん、白ね。ま、隠し白ね。9が5で黒出す可能性もあるから。えっとるとね、どううなんだろうね 発言4番さんがしましたから、8人さんの発言聞けるよね。んよねうん。あ2番さんは白く置いて、8かさ、うん。3番さんはなんで昨日釣れるはずのないような6番さんに投票したのか教えてほしいし、で、8番さんは、8番さんの発言でね、うん、白くは見れないって感じなんだよね。うん、白くは見れない。狼い,、ね、いつも不思議ではないっていうい。視点合ってるな、7番さんと。かな。うん 俺5つったからには1釣りたいんだけどね、ほ、うんは。でもグッジョブが起きたことによってちょっとね、状況が変わってんだよね。9釣れるんだったら全然9釣ってほしいんですけどね。うん。まあの、そうしたら俺噛まれてまた変な感じになるのかな、うん、?8 番のプレイヤーは発言してください。はい。え、番さんがもしグッジョブだったらマジでナイスです。<laughs> 神っすね。<laughs> で、僕、思ったんですけど、1万3普通に残していいと思うんですよね。 理由としては、えっ、ー、と、小判さんがちょっと死ぬときに、なんか、僕に対してめっちゃすり寄ってたんですよね、なんか。僕めっちゃ叩いてたのに、小判さんをめっちゃすり寄ったんですよね、最後。なんか怖い、怖いなら、レールは飲みますよ、みたいな感じで言ったのを拾ってくれたとか言ってくれたんですけど、自分に。僕そういうこと一切言ってないんですよね。ああただ普通に自分が死んだったら普通に一番を釣り寄せばいいのに、ただ言っただけなんですけど、小判さんは最後なんかすり寄ったんで。 今日は最初にして、ジョさんを残そうと思ってます。いっね、で、えー、と僕目線、えー、とそうですね、うも2番線ちょっと白いと思いましたね。あんだけ、ね、なんか、つらり1になるかもしれないのに言ってたから。えちょっと僕3番さんやっぱ怪しいと思ってます。ちょっと思考力かもしれないですけど。はい。9番のプレイヤーは発言してください。さい現状、投票から見て、えっ、ー、と、5番さんと3番さんはなぜか6番さんに入れている。 5番さんは霊能であるから対抗に入れるのが普通ではないのって思った3番さんは霊のらっていうふうに決まったにしてもグレーに行くっていう発言がないにしなかったと思うんですが<や>なのに6番さんに入れてるところが気になりました,たで6番さんを占った理由昨日の5番さんの発言でなんかほぼほぼみんな6番さんに触れていなくてなんか私も印象がよくて もしここが黒だったら怖いなって思って6番さん占いました。で、6と8でちょっと、うんとどっちにしようかなって思ってたところ、その5番さんの発言で決めてしまいました。で、6番さん隠しろ。で、7番さんグッジョブでしょ。私真なんだけど普通に。うーん、そうだな。 みんな2番さんを白置きしてるけれども、最初の、えー、と進行論では全然納得いかなくって、2週目の発言でも私はあんまり納得できなかったんですが、みんな白置きなんでしょうか。まあ現状、2、3、8、どれもわからないんですけれども、7番さん、グッジョブってことは、強、強人、うん、強人目なのか、 な四番さんが本当にグッジョブ出てて。っていう感じですね。全然一番さ3残してくれーってもいいと思いますが、私は。一番さんの次の発言でえっとどういうふうに出るかっていうところでちょっと考えは変わるかもしれないですけれども、現状は一番さ3残したいです。以上です。一番 発言してください,うださいそうですね僕、正直3番か9番、どっちか詰めたいってずーっと思ってます。えー、と9番は結局、僕を残したいんであるならば、前半部分の考察、ほぼほぼいらなかったんじゃないかなというふうに思っています。うん、えと僕目線、7番、9番、えー、どっちが真で、どっちが強人かは分からないんですけれども、うん、そうですね、まあ、9番、7番でグッジョブ起きていることから、今日は9番釣りでいきたいかなというふうに思っています。 っちゃう,かうーん、3、8、うーん、8番は怪しくないですね。やっぱ3番の方が怪しいかなというふうに僕は思っているんで、まあ今日占い行かないで行くっていうんであれば今日は3番さんを釣っていただきたいかなというふうに思っています。えー、僕はどうせ噛まれる位置だと思うので今日は3番さん行ってください。以上です。レイヤージも込めてく入,入れるか。いや、俺1をそうと思ってたんだけど、1から39が出んのか。俺も 9番、狂人の1、3狼とかは怖いなと思ってたんだよね。一応、5番の言った、えー、9、7目線、こっちに狂人が出ていた場合、5番の視線が透けているっていうのはその通りだし、そこの視点はいいと思った。ここに関して良かったのはそれだ,けだそれだけだけど、そこに関しては良かったと思うし、まあ、9番とか7番とか、特に9番は確定しろ、で心霊能を確定しろにしに行くブーブーっていうのは、狂人だったら全然あり得ると思った。1番が3番黒くて、いね、って言っているのは、 心目がかった。ただその場合やっぱ18が怖くなってくるけど、そう言われると。で、3番に関しては昨日のあの後発言聞いてないから、もう一回発言聞かないとわからない。うーん。ただ今日の8番の、えー、今日の8番の発言っていうのはおかしいところはなかった。うん、まあ白要素もないけど、ただ、8番の発言から18はないなと思ったんですよ、そういえば。忘れてたけど。1番への触れ方がかなり自然に感じた18狼にのなんか不自然な 一番村置きの話し方じゃなくて、普通にすごい村目線の一の村の置き方。まあ、どっちか、どっちかというか、八が狼だとしても1、八はないのかなというふうに感じただよね。で、ど <noise> こから今日三に行ってもいいかなと思っている。うん。現状三かな。一八は八の発言からなかった気がするな。七九、うん。 まあ一ンかなス視点がステ理がめちゃめちゃしっかりしてるから、うん、とりあえず最近もかな以上3番のプレイヤーは発言してください、はい、まずめちゃくちゃ言いたいこといろいろあるのまず2番さんねはいまず2番さん2番さんに関して俺あの1周目の発言で8にげましたけど2番さんをあの1番黒い一は82番さんに関しては8番の釣り 方があの釣り押し方が色がこのままじゃ見えないだろうという発言をしてたから、2周目のそういう発言をするんだったら2番さんの投票も考えるって言いました。2番さんを黒いとは言っていない。で、私はグレー釣りを押してましたよね、あなたと同じように。で、あのここからなんですけど、俺はあの,あの時の現状、1周目の現状、7球をローで見てたから、8番さんは白いなと思った。それは1番さんに同意。そして、時点で2っていげてて、 から8人を除外して6番さんに投票しましまた6番さんの怪しいかた形に関しては2番さんが拾っていたのと同様2、3ラインあって8を釣りをしてたっていう盤面の整理が全く分からなかったからだから6番さんに入れたんですけどねまずここ2番さんにただ6番さんが白だったというところでであの今日は1番さんにいきます1番さん1個だけ、うん、僕も新っぽいと思ってたけど1個だけ発言パターン起こしてますな発言っていうか出現してます79どっちが強靭かわからないって言ってました あなた目線7九ってローローじゃないのだから8番さんはないだろうって追ってたんじゃないんでしょうかなんで7九を今日で置いてたんでしょうかああ普通に1番さんロー8番さん相方そういった盤面も全然追えてくるんですけど2番さんはどう思いますか2番さんに関しては6番さんの発言であるとかそういったところを的確に突っんあの拾っていた割に1番さんの今の発言を見落としていたのは何ででしょうかって思ってしまいました 今日は一番さんに行きます。はい、以上。投票を始めてください。い,い,ね、いって、いくか。<laughs> ありえん。ほらじゃないべ。一番。おお、ひっくり返りますね。選ばれました。いい よく拾ったね、失言を一番のプレイヤーは発言してください。ま<ー>目を閉じてください。カリウドは目を開けてください。カリウドは守る相手を選んでください。老人アピールの可能性もあるな。<laughs> はい守ろう ええでいいよねー。9。<laughs> ありがとういや、6守はどこ行きたいかな明日用に。 今日は七か四が変わります、ね。絶対連続声はできないから。半分捨て声。朝が来ました。昨夜死んだのは。おお<ー>。七番たか。本当にかんなんだ。八番。 のプレイヤーは発言してくださいえ待って。7番噛まれたんだけど。えマジいや、マジ3番3で1番3のちょっと拾ってしまったんだよね。79強人って。だって1番目センサー5番教人になるでしょ。って思ったんだって。だから1番投票したんだけど。みんなそうだったのかなでマジ触れてなかったんだよね。 で俺さちょっと黒いと思った、二番さん。なんか、大きしてたけど、思考力すぎてごめん。いや、俺、三番さん、白く見えた、マジで。二番さん、なんで拾わなかったのかななんでだマジか。で、九番が二白でしょう。いや、俺、急にあると思うけど。では日はいいですね。まあ、自分二番いきます。九番。 のプレイヤーは発言してください多分現状7番さん強人じゃないかなっていうふうに思ってます。もうめっちゃ新名探し普通に釣られると思う。で2番さんを占った理由は昨日3番さんが指摘した1番さんが、えー、と7級で新居、えー、っていうふうな発言があって。 で、五番さん、1番さん目線で5番さん強人確定なのになんでそういう発言が出るのっていうのと、2番さんがそれについて指摘しなかったってところで、2番さんは裏になったら結局白でした。うん9は7のこと強人って言って、1狼オカはわなかったからね、自分が強人って言ったよね。もうでも絶対2番さんは強靭だと思ってたし。8番さん、3番さんのどっちかなんですが、うーん 昨日その発言、失言を拾えてたところから3番さんは白いのかなっていうふうに私は思ってしまいました。以上。でもこれ3、1もあるんだよな。なんか3、1もある気がしてきたな。違うかな。2番のプレイヤーは発言してください。なんか3、1もあるからこそ失言拾っ,たって,かてたな。とりあえず、いつ発言については申し訳なかった。いやそこ拾っていたんだけど、割とどうでもいいやつだと思って見逃してしまった。 気になったりというか拾ってはいたんだけど、それ言い間違いとか何でもあるし、これ要素としては捉えづらかった。そ気が重要な部分が発言3番に関しては、初日の投票理由とか、昨日がかなりしっかりしていた、6投票の理由とか。 っただ、普通にずれてるのに思ったんだけど、うん、今日の8番の発言は、8は昨日グレーとかに全然触れてなかった。1についての触れ方が1、8はないと思ったけど、グレーに全然触れてないところから、まあ、3の方がしっかり触れていたというところで、昨日の3の発言を聞いた時点ではやっぱ8がオカミだったかもって思ったんだけど、どうなんだろうな、8。まあ、ここに来て俺の方が黒いっていうのも、8目線で分からなくもないが。 これさ、6でさ、グッジョブ起きそうな気がしますね。難しいよ。起きたら、人狼、サツの、サツちょっと、縄笛、あるんじゃないか、これ。9が死んだった場合は、一番早くであるか。6で。6、グッチョブ来るんだろうね。なんか、そんな気がしてきたけどな。俺に素とは結構新名あるけどね。なんか、黒塗りされそうな感じもあったし。3の発言から。 3番、俺への殴りでもそこまで俺を黒塗りしようっていう殴りには感じな,身身な普通の考察身身な俺の発言を聞き出したいっていう完全に。今なんか無駄な気がするな。使って言っても現状発言いて考える。投票は9番。3番のプレイヤーは発言してください。さいはい、今日は9番行きます。9番さんっていうのは昨日、2、5、8、分からんとっ,ってましたよね、うん。どこにもヘイト向けてないし、今日だって2番さんを。うん 占なって白を出していて、38の精査っていうのがめちゃくちゃ甘い。うん、僕が白く感じた。うん、8番さんはどう映ったんでしょうかってところ。今日は9番さん行く。で、1番さんがあの、遺言なかったのがどっちなのかっていうの非常に気になってるんだよな。人狼で、人狼で人、ひっくり返してもててか、強靭13が初期候補だったかな。139が初期候補だったかな。 そのムーブをしたのかっていうところにひっくり返して自分の白目が上がって,っーーってるからそこずっと昨日の夜から考えてんだけどここは難しいとりあえずあの遺言のない1番さんを死んでは置かないよねうん5番さんが死んだったよねっていうところだからつっといて正解でしたただあのムーブをどっちで取るか今日は9番さんいきます4番のプレイヤーは発言してください まずもう9番さんの話はいいらな番さんは昨日7番さんを強人で置いた時点で1番さんが黒確定していたですよね5番さんは白だからなのに1番さんを残すということも言っていたこれは自分が強人だったから9番さんは強靭確定今日は9番さんを釣るこれ以上9番さんの話は必要ない7番さんは新確定7番さんはレンガみだったねびっくりしました噛みせるかなと思ってたけどねっていうところから8番さんのすごい今日の反応あ7噛むんだみたいな反応すごい村っぽく思ったんだよね 2番さんに関してはなんかちょっとずれてるかな。うん、9番さんを死んで今日も見てたし、なんかこれよくわからない。まあ、グレー爪の話もそうだけど、ずれてる村人かなっていう印象があるんだよね。ってなるとね、3番さん来るかなと思ってる。うん。1番さんに対するね、指摘めちゃくちゃ良かった。めちゃくちゃ良かったが、しかし、1番さんって3番さんをね、処刑候補してたんだよ。で、3か9って言ってたんだよね。で、大体まあ3になるよね、その場合は。ぐあの自分、あの、霊能お審期目打つ場合っていうのは3になるよね。 だから3番さんが1番さんを釣りをしたことで3番さんは白くなった形にはなったよね。で、じえー、っと、遺言なしでしょうん。13ね、黒も全然あると思うんだ。うん。13黒も全然あると思ってんだよね。だから、どうなんだろうね。まあ発言したいだけど、と、ま、りあえず9番さんを釣ろうと思ってるが、昨日の3番さんの発言で真っ白になったというわけではないっていうのは覚えておいてほしいね。ところだなぁ。 なあ,あんまりなぁ。まあ、今日2行くって八番さん言ってたけど、それもなんか白く感じたけどね。いや3黒も全然あると思ってる。うん。でも1は初日から3の黒塗りって発言が。うん、まあ、プロレスいわゆるプロレス ?1 と3はずっと対立してんだよね。ところからわざとこうやり合ってる感じもすしはしてるよね。うん、6番 のプレイヤーは発言してください、はいおはようございます。うーん 9, つるんうん、9番もういい9つる、うん、9番ごめん、今日は死んでください。はい一番さん白く思ったのは4番さんと一緒ですね。もう4番さんいスイスイスイします、はい。4番さんと一緒ですね。あの7番さんが死んだときに <laughs> あなかかんだみたいな感じがすげえラビットっカかった。とぼけた狼には見えなかった。うん で、2と3。2番さんの黒いっていうか、お菓子要素は、拾ったんだけど、あんま気にする要素じゃなかったなって一番さんの発言言って言ったけど、いや、2番さん、そこはもうすごい大事な要素ですよ。もう多分1番、ローで、9、狂人、5番、シン、7、シン、なんでしょう、おそらく。うん。1番さんのあの発言なかったら、1番さん殺,してなか殺せなかったんで、ゾッとしますね。で、3番さんはそれに指摘した。で、自分3番さんは白いなと思ったんですけど、1が3つりしてんだよな、あんまりにも。 うん、自分シーン確定の真核的な場面で3つったらいいでしょって、つまり3つって白でしたって、残りオオカミがいるというふうに出したい、作りたかったのかなって今思えば思う。2>, <ー>うん、ただ2番のその把握漏れっていうか、1番の質言を拾わないのは自分は納得いかない。うん、8が相対的に白く見えたら、でそれ。広い要素でなかったって言っちゃうかな。うん、深読みしたいけどな。オオカミでそれ言うごめんとか言うと思うけどね、うん。8白だと2、3。あ、難しいなこれ。 拾うべきだったって言うと思うんだけど。2番さん、初日からグレーって行くって言ってて、3番さんに関しては、うんと、さっきのあの発言はすごい白かったけど、どうなんだろうな。それまでも2番に便乗して、俺に入れてるし、初週で。うん、あの時は霊ノロラだったのに。に覚えておいてほしいって言っちゃったから、言う言ぽくなったかな。オオカミのは一わかってるから、レノロラ行きたくなかったっ俺に入れたのか。わからんな。 ちょっと兄さん考えます, <laughs> いすね。6人恋人陣営。あちょっと9釣った後、あのうんこ行ってくるんで、行ってきます。投票を始めてくださいああ、やー、なんかさんある気がするけどな。8番が別に白いわけではないんだよな。まあ、今日の反応が若干白かったかなと思ったけど、3番さん普通に優等な人なだけかもしれないな。9番 のプレイヤーが選ばれましたちょっと深読みすぎかな。6番さん後してください、えっと7番さんが、えっと、連続で噛まれたってことは強靱であるかなっていう方が濃厚だと思っています。で、1が黒であれば、3番さんって1番さんを結構釣り押しに行ってたと思うんですよね。最後、出現とか拾っていて。 なので3番さんは全然白いかなっていうふうに思った。で、えっ、ー、と、8番さんに今日投票して残しといたんですけど、8番さんって1残していいっていうふうに言っていて、初日5についてめちゃめちゃ触れていたんですよね。なので、心霊能が分かっていたからこそ5番さんを釣り押したのかなっていうふうにも思えたので、私は8番さんに入れました。はい、2番さんは白です。もう誰にも聞いてもらえないと思うけど、話したくは以上です。 夜が来ました。目を閉じてください。カリウドは目を開けてください。ね、ワンチャン来ないかなこれぐっちり来たら神だけどな。さすがに噛われるかな。初日7日もオ神だったらすんなありそうだけどな。でもまあ発言力的にもやっぱ噛まれるかな。さすがに噛まれるか。 さすがに噛むよな。初見さんどうも、始めまして。コメントありがとうございます。長生きしてください。あ、せかむか。グッジョブ来たら、噛みだけどな。 朝が来ましたたた昨夜は誰これマジかそこま無りっすか ?4 番さん。え、またえ六。?6。マジかよ !6 番え、めっちゃナイス。 よぼ、似顔絵、生きたんだけど。すご <laughs> くないですか <laughs> マジか。初めて狩人として仕事できたの、えー、よ。9番さんの動画化必須で俺のかな、なんか。えぇ、ー。ん旧狂人っニにに、白だしでしょえぇ、ー、わかんね こんな軽い人と初日かまれると思ってメモを途中から捨てなかったのに。いや、正直マジ3番白く見えたんだよね、さっきので。うーん。えー、ごめん、わかんない。46ちょっと教えてください、マジで。どっちか入れます。2>, 2番。のプレイヤーはでもこの髪は8な気もするな。<laughs> 俺、8は全然あり得ると思っちゃったけどね、今の聞いて。 ここでか、なグッジョブ。守り先で驚いてるのは結構あざとく感じちゃったけど。な、うんだから現状八かな、確かあんな発言聞いてもう一回考えるけど、現状八。それもわかる。一三にメルっていうのは俺も追っていたから。じゃ、それで交差考えていたんだけど、今の八は結構あざとく感じちゃったけどね。ただ1、一三、え、一三に見えっていうのも三番。確かにな守り先は別に三番地点の位殴りとかって、別に普通なんだよね。めちゃめちゃ普通の村として、普通の適切な殴り。 あそこで俺が拾わなかったか俺が黒く見られてるのもか申し訳ないんだけど、あそこについて説明してたこと、えー、昨日も言った僕は単純にミスリーしてるから、それよりもっしっかりした情報っていうのがたくさんあったか,か,ったのかもしれない。ていてまあ触れなかったっていうよりも触れるのに忘れていた。いそれもありそうだな。僕はサンクロで追ってたから。三番は別に黒スないんだよ三、ね、番は。単体精査では ただ、一番の初日の黒塗りっていう言葉を使うのが人外っぽいっていうのは結構雑だったかな。三番に対して。っていうのは思い返したら、それのあったなってのは思った。から一番かなと思ってたんだけど、やっぱ今の八の発言から、俺は単体性数で八の方が黒いと思っている。そうだね。7九どっちか、7九両方八を押していたって言っていたけど、7九どっちかに狼が行って、八がい方だったんじゃないかなっていうのが。8つ 以上3番のプレイヤーは発言してください。さい,いやあ、俺目線は2、もう生増えたから28釣り切りで終わりなんだけどな。まあ、そうだね。いやー8 79がうわ強人じゃないかな。 8を釣りをしたで1はそれを見てあのひたすら俺に殴りを入れてきたとてうところんー1路8ローっていう盤面だったらすごいスッキリするかなっていうところだけどあー8番さんの今日の三白く見えただけの考察 <laughs> あーっと2番さんに関しては結局その黒塗り1番さんの黒塗りはあそうかっていうところが。 出てきてきれるのを忘れた,ただ3番の黒要素はない。じゃあどっち ?8 番か。8番はある。7級の相方で8を見るか。7級で釣りをしてるか8があるっていうのかな。それはちょっとよくわかんないな。うん二28ロー、ローラ、28ローラで全然いいと思う。でも1番をローで起点で考えるんだったら、あの盤面で8、 は白くなるんじゃないかっていうところーで俺を見たのは、えー、発言18<ん>狼だったら納得って言ってるのでも触れなうん2番さんじゃあ俺の黒要素がなかったらなんでじゃあ俺をずっと押してたのってところになるんだよな申し訳ないけどだとしたらあ現状今のところ2番さんからいきます以上4番のプレイヤーは いやーびっくりだね人気曲で2グッジョブなんてあるんだね縄増えましたねあと2縄になりましたね <laughs> びっくりしたきたーって言っちゃったねうんいやーそうえっとね2番さんの言った通りね私にね守り先を聞いたのがすぐあ,あざとく感じたよねだって6守りしかありえないもんだって僕、うん、で聞いたのはえなんでグッジョブ起きたのって私が捨て声した私が捨て声して昨日捨て声して 今日6番さん守る予定だったから、9番さんを守ったから、本当にわかんなくて、え、どこ ?6 守ったんだ、すげーみたいな感じだったのかなって思った。が、3番さんなぁ。まあ、ただ、ただ本当に1番さんの狼を見抜いた有能なのかどうなのかって感じなんだけど、3番さん18で丸、18に狼見てたんじゃないので、最初に18に狼って言ってて、その後18はないって言った気がしたけど、よくわかんないな。 で、3番さんが2番さんをい、あのー、釣り寄せてるところから、今日8釣っちゃったら、明日自分釣られるんじゃないかって危惧して、とりあえず釣れるもんなら2から釣りたいと思って、そういう発言でが出たのかなっていうふうにも感じた。38の、その、に最後持っていきたいって感じにも見えたんだよな。38ローラーする。もう言うわ。38ローラーする。もうどっちか釣ったらどっちか。 残りを釣るまあ2 3で殴り合ってもらいたいから8釣るかうん今日の発言としてもちょっとなんか不自然な感じがしたかな村だったらまあ6守りだろうなっていうふうに分かってるだろうしねあんまり驚かないはずだと思うんだよ。昨日は驚くべきだけど今日はそんな驚くべきことじゃないと思うんだよね。どっちかっていうと4噛まれなかったんだって発言出てもいいと思うけど今日は8。6番 のでカリヤードが生きてんのオカミはポンコツなのどういうことよ、この村 ?23 だったら23だらもう、ね、るすったら2分ですごい2分。オ、う、オ、んね、狩人も最終番まで生き残らそうオオカミ今日3か8するから気持ちいいけど、ね、8もあざといし、3か3かいか3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  3のその28ローラーもよく分からんし、81じゃないんかいって、3は8つりおさんでええんかいと思って、今日2いときは明日8でた戦って勝てる自信があるんかいと思った。そうそうそう,そう、うん。2番さん浮いてるからもう人狼じゃないんじゃない分かんない。<laughs> もう、マジで鈍るな、こういうふうになると。あー、すっげえ23どっちかいるかなと思ったけど、8のさっきのセリフすっげえ大根役者に感じちゃったな。 ていうか八番さん、そうだな。初週からまあずっと黒塗りされてんだけど、黒いんだよね。スーザンは、発言だけで見たら、あなたの単体の発言だけはすごいおかしいんだよな。思考ロックしてごめんなさいって言って、全然思考ロックしてないんだよな。毎回変わってんだよな、ツリーチが。うん。悪い、八番、死んでくれ。投票を始めてください。<laughs> 個人的には終わってほしくない。132狼がすごい。 1>, 1、3、2、狼かでいきたい8番のプレイヤーが選ばれましたうわー、終わんないねいいねいいねいいね8番のプレイヤーは 1>, 1、3じゃない,い絶対いったうない違うたと思っけんですよ。もうこの この曲初めてでマジでマジで初めてでマジわかんなくてでなんで四番さんのゃい,ないやこれは面白いなぁでなんで六番さんごめんねごめんねでなんで六番さんワビワビ魅力えてか人狼マジでお前だなとか思って <laughs> いやマジすげえわみんないや四番さんすげえわ考え方で二三なんもうあり先ないなぁ、うん マジで分かんないんだよね。いやス。ニグッチョブ起こしましたよ、おっさんオットワイス。ニグッチョブ初めて起こしたんだけど、ごめん、いい記憶で。なんか最後、聞いて。うん。まあ、人狼さん、マジでどんまいっす、なんか。ニグッチョブ。<laughs> はい。夜が来ました。目を閉じてください。まあ、撮影にかまれるかな。うん、まあ、残されるかな。 目を開けてください。ッカリウドは守る相手を選んでください。信じてください。私は全員。いや二三で録画みなのか。てなるとちょっと待ってよ。いや割と終わるんじゃないかなとも思ってたけど終わらなかったら面白いと思ってたけど。ってなると。ってなるとさ。録。 6を噛むののって2なのかなかちょっとずれてるのはちょっとずれてるからこそ6を噛んだのかな。 が来ました。昨夜死んだのは。うわ残された。六番。残された, <6番 S 1> された。カリードがイツポジなんですけど。2> 2のプレイヤーは発言してください。えー、昨日三番から拾った黒要素をあげます。えー、ずっと俺が三番釣りをしていたって言っていたんだけど、これは一週目に三釣りをした。 2週目も算数をしたけど、2週目はまだ2週目の3番の発言を聞いていなかったから。1週目の、初日の発言しか聞いていない状態で2週目は算通利用した。その後3番の発言を聞いて、3週目には3番は全然白があると思ったから一気に投票した。ちゃんと理由を説明している。3はおかしく、おかしいところはなかったってことを3週目にちゃんと説明している。で、昨日3番は別に単体でおかしいところがないと言っている。そこについて3番がずっと劣烈利用していた。言っているのは捏造。 まあ俺への黒塗りだと受け取ってほしい。っていうのと、あと内訳としてやっぱり俺一三狼があったんじゃないかなと思っている。一三狼って多分最初に言ったら俺だと思うんだよね。俺がずれているって言ってたけど、結局一三狼であっていたんじゃないかなと思っている。まあそこの、まあ、占いトレーナーに関しての内訳に関しては間違っていたら申し訳ないけど。うん まあ一番の初日の、まあ四番はその、それについていいって言っていたんだけど、一番の、三番にち黒塗りという言葉を使うのは人外っぽいっていう殴りが結構、まあ印象論的というか、結構雑。一番の他の発言からして。僕をミスりさせにたいと思って、初日に、まあ、いい考察ということを言っていたけど、俺は割とどうでもいい情報だと思っていた。どうでもいいけど特にこれ要素でもなかった。そういう考察をする例のがいるっていうのは別に普通だから。 ただその後のしっかりした一番の発言を聞くと、そこの3番への触れ方のみが結構不自然だったんじゃないかと思う。以上。三番。いいなぁ。発言してください。俺、28、うん、ロ,ロラしてくれればどっちでもよかった。ただ、あの昨日2番さんが79ローラしてくれればどっちもった。から。2> 2ロラ 7級ロードだったら2番さんあるなっていう目線ね、うん。1番さんロードだったら相方軸は8だろうなっていう風に思っ7級ロードを追ったらどっちでもよかったけど、昨日は2番の方が怪しく見えたかなと思ってしまったんだよな。えー、で、結局、あの2番さんに関してあの、えーと、1の黒塗り,黒塗り発言はあのどうでもいいっていう今言いましたけど、あの2番さんって その発言に関して、ああ、いい精査だなって、ど4番さん、番さんに、どあの便乗、便乗じゃなくて、番さん、番さんと同じ思考を持ってましたよ、2番さんに関しては。だから初週、5番さん釣ったんですよねあ。1番さんのその黒塗りに、あの3番さんの黒縫発言は、ああ、1番さん、いい目線だな、みたいな発言を2番さん残してましたよね。 うん、それなのに今日はあその一番さんの発言は今思うと雑だな、雑なだなというところで、いやいやそれで一番の LINE をつないだって話ですよね。なんだと思うけどね。あなた目線どうだったんですかね、それはね。うん、そこだけで LINE が見えるんでしょうかというところ。正直、俺はどっちか分かってない。一番さんがあの何も発言しなかったことから、人も あるんじゃなだから7 9どっちかるを、まあ、9番さんにローがいて2番さんに白を出したっていう目線も追えるから昨日は2番さんからでいいかなっていう発言を残したんだよなうーんずっとく俺が黒塗りしてるって言うけど言 <laughs> うところが黒要素ですか俺はいろんな要素をかあの感じ取って2番さんを昨日釣り押したっていうところなんですけど、ねうん、今また2番さんの目線がずれた1番さんの,その黒塗り発言に関して雑でどうでもいいっていう発言はしてなかった以上 4番のプレイヤーは発言してくださいえっとまず3から振りかな3番さんはえっと9を黒で追う理由がよくわかんない私の発言聞いてた9番さんは7王のことを強人かもしれない強人かもしれないって言ってんだよで1ってなると1が必然的に黒になるのにそこの視点までたどり着かなかったってことは自分が強人だからなんだよ自分が強人だからいろんな可能性を追わせたいからだから9は強人なんだよ、うん、で えっと、9をね、まだ狼で追ってる視点がよくわからないね。うん、よくわからない。で、9番さんが狼で2を囲ってる可能性があるから2から釣りたい。これもちょっとよくわからないね。特に、えっと、8を残す理由がよくわからないね。うん。まあ、絶対発言的には8番さんから行くべきです。8から行くっていうのは自然の流れだと思う。28ローラーだとしてもね。そこが2から行きたいっていうのはどうしてもね、2、38戦いたかったようにしか見えない。 で2番さんに関しては、1番さんのね、あの発言がどうでもよかったって言ったんだよね。あの、1番さんの、えっと、7級どっちか強靭かわからないって発言はどうでもよかったって言ったんだけど、これに関してはね、逆に白いと思う。あの、狼だったら、やっべ、出現しちゃったと思って、見逃してたとか、そんな感じで、ごめんなさいとかなんとか言うべきだと思うんだよね。だからね、もう、昨日も言った通り、38ローラーで考えてる。 がまあ、バグが怖いけどとりあえず投票放棄はする今日だからお互い入れて2 3は絶対お互い入れて、まあ、投票バグ怖いけどね投票バグ怖いけどちょっと一旦放棄するでえっと3番さんに関しては内訳をしっかりはっきりさせてはっきりさせてほしいいろんな可能性を負うのは十分だけど結論を出してほしい2番さんに関しても2狼オカミ1は13でいいのかな、まあ、結論を言ってほしいそれぞれ結論を言ってほしい で2狼でそれぞれの全員の黒要素を言ってほしい、強靭位置も言ってほしい、強靭要素も言ってほしい、今日は投票放棄。投票を始めてください。 日ががわれなかったたことは考慮した方がいもう7神持っていったの1な気がするんだよなだからあんまり考えなくていい気がするけどな打ち明けに関しては、えー、さっきも言ったけど一応13一狼でミってる一応っていうのは占いの真偽についてそこまで重要視していなかったからただ4が発言していた通り旧強靭っていうのが一番しっくりくるけど正直ここは割と これも申し訳なきど割とどうでもいいっちゃどうでもいい。だからほとんどグレーの話ですから、俺はほとんどしていなかったと思う。けど一応盤面的に9番の狂人の可能性が高いとか、旧狂人で5番に白を打つのは分かるとかいう発言も俺はちゃんとしていると思う。その上でそういう可能性がある上で、ただ97に関しては割とどうでもいいと。だって実際グレーの狼っていうの方が重要だからね。そういう発言も俺はちゃんとしている。97に関してもちゃんと精査した上で、1の狼とかいろいろ精査した上で、ただどうでもいいっていうのは、村としてめちゃめちゃ自然な思考だと受け取ってほしいかな。 一番の黒要素って黒要素は正直ない。まあ、CT は俺が見逃した占いに強人って発言。まあ、結果的にはそれが黒要素だった。だから拾うべきだったね。うん、後になってみると。うん、ただこれはでも全然、してしまうことはあり得るからね。そこ投げ足を取っても仕方ないかなと思った。けど、ま1が黒だった場合、そこは。 占いに狂人っていうのはあんなな話もししてほしいなえ見えているわけだから、その発言が出るのはこの要素だったと思う。で3番、それより3番について話したいんだけど、3番は1号の初日の釣り、1に同意していて5番を釣ったんでしょって俺そんなこと一言も言ってない。1に同意なんて初日全く言ってないと思う。で初日1号について全くこれは触れてないはずなんだよね。割とどうでもよかったから。ただ1の方が考察が伸びていて、明日の発言を聞く価値があったから5番から言った。5番なんか残しても仕方なさそうだったから。以上。 3番のプレイヤーは発言してくださいいやー分かんないけどなー正直うーんはっきり言ってって言われても分かんないんだよなただ4番さんと目線違うのは4番さんのローも全然あるって思うんだけどね俺はあ4番さんじゃない9番さんか9番さんのローは全然あると思ったまず5番さんに白をかぶせてること これはまず1点。で、7番さんを強人をきして。で、プラス、7番さんをかん連愛してるんでしょ連愛してるってことは、あの、心境っていうところもあるけど、自分がローだからその目線で置ける。うん、9番さんに関しては。自分が狼だから7番さんの心を噛めるっていう発想もある。で、1番さんが遺言を全く言っていないところ。へぇ、まえー。だから、あの、8、1、ロー で、2, 2番さんがローだとしたら、その軸はやっぱり9番さんになるのかな ?1 番3強で。かな俺の提出は。うん。4番さんとそこ考え方が違うと思うけど、申し訳ない。俺はそれで出すよ。うん。1、2はあんまり追えないかな。あ、うん、1番さんのその発言が、遺言が全くなかったのが、すごい引っかかっている。ずっと。ずっと。 ととののでずっか9番さんに関しては結局盤面的な精査っていうところから追いついてないあのずっとあの合間にしてる点とあと7番さんを強靭で置いてたからそれは強靭自分が強靭だから4番さんは言ってたけどそれは違うと思ったよ俺は全然9番さんのローはある5番さんに強もし番9番さんが強靭だったら5番さんに白がかぶせないとこから、ね、うーん だから2番さんの軸で言うなら相方1は9で一番3ーーあった1が0だと8番さんが相方っていうところだな俺はそれで出します以上いやーこれ悩むなー発言がおかしな2なんだけどね3番さん言うのなのかなでもな昨日に釣りをしたのがやっぱどうも黒いんだよないやーさっ間違えたごめん じゃないべ。三級2億回もあるんじゃないかよし三級2億回あった <laughs> よかったさあこれ神試合だな やったーよっしゃあいやーこれはいやこれは上地へじゃないかこんな試合があるんだなーいやうれしいいやーでも三番さん 上手だったね。ほんとに。多分普通だったら白く見てると思ってるしな。三級にオカミの視点もあってよかったな。いやー、こりゃ気持ちいい。これ気持ちいいな。 いや、こりゃ気持ちいい。ありがとうございます。いやー、よかった、よかった。すごいですね。狩人がにぐっちゃブ起こすのもすごいし、最後まで残るのもすごかったしなー。鋭かった。よかった。いやいやいや。えでも、一三二狼も外してたしなー。いや、これはいい試合だなー。 いやグッジョブありがとうございいます。いや、これはすげえなー結構コメントはに黒って人多かったですよね割とマシャカリさん配信してらっしゃらないかあのー、と思ったんであのそのままコメント見ながらやってましたけどいやー気持ちい,い,いやーやっぱ捨て声いや刺さったなんか人狼したな 人狼殺って狩人ほとんどもう、あの、役目果たさずに噛まれることが多いかな。まあ、噛まれるのも仕事なんですけど。いやー、捨て声聞きましたね。ちゃんととりあえず7番持ったっていうのも聞いたし、あと、9あの、捨て声9番でしてたのも刺さりましたね。で6番持ったのも。人狼殺じゃなかったですね。ほんと人狼って感じ。狩猟人,人狼においての狩人の仕事が初めてできた いやー、気持ちいいですね。え、一番さん、強人になったか。これは、動画化だなー GG だね。これなんか、過去最高じゃないかな 過去最高って言っていいかこれよっしゃーこれは過去最高の神試合じゃないですかね3番さんも上手だったしな狼陣が上手だった1番さん新決め打ちそうだったしね狼陣めちゃくちゃ上手だったね GG